タリアオルツィヌオービ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。ブレシアカルチョの下部組織出身で、レンタル先のカラレーゼカルチョからデビューした。1998年に移籍した SSC、ベネツィアでは、日本代表の七海博士と共にプレーした。2002年から2008年まで、 UC サンプドリアに所属し、リーグ戦に190試合以上に出場した。2004から05シーズンはご意躍進を見せたチームの原動力となり、キャプテンも務めた。2008年末にサンプドリアとの契約を解除して、移籍金なしで、ボローニア FC に移籍した。翌2009年、レジーナカルチョへ移籍。2010年には、アタランタ BC へ。 レンタル移籍した。2004年には30歳にして、イタリア代表に初招集され、チェコ戦でデビューした。2011年7月6日、現役引退を表明した。同月23日にピアチェンツァカルチョのユース監督に就任。2012から13シーズンより、ブレッシアカルチョの下部組織に移る。2016年よりエッチェレンツァに所属するエーズディ。 アドレンゼ1909のユース部門でコーチングスタッフを務め、同年11月には監督に昇格した。ありがとうございます。